上の写真の反対側の駐車場から見た写真パイン所は、大阪府堺市南区茶山台の仙北ニュータウンに、ある、ショッピングセンターである。1972年10月に、大阪府都市開発、高島屋、大和銀行、住友銀行、三和銀行の出資による、仙北開発株式会社が発足。総敷地面積2万1000平方メートル。 総延床面積6万平方メートル、建築費70億円の大ショッピングセンター、パンジョの計画を発表した。1974年11月15日に、パンジョは開店した。1996年と2004年、2010年のリニューアルを経て、現在は、千北高島屋と123の専門店からなる、ショッピングセンターとなっている。 開店当初は映画館、ゲームセンターなどファミリー向けのアミューズメント施設が存在したがほとんど撤退している。また家電販売店の助進の撤退以降独自ブランドを展開する無印良品を除き高島屋を含めショッピングセンター内に家電を販売する専門店は存在しなかったがニトリが出店した。 2009年現在のパンジョの建物構成は、1996年の増改築を伴うリニューアルを受け、後藤構成になっている。内訳は、高島屋千木店が入居する7階建ての百貨店、胸、レストラン街、専門店街の5階建ての本館胸、2つの屋内プールを持つパンジョクラブイズが入居する7階建ての東館胸、パチンコ店。 美容室、雑貨店、カラオケスナック、医療施設が入居する3階建ての西館棟、そして、理髪店、薬局、伴助 SC 事業部事務所が入居する4階建ての事務所、棟、以上ご等構成の建物となっている。なお、西館棟と事務所棟は、独立した建物になっているが、百貨店棟、本館棟、東館棟は、外見上は一つの建物になっている。 本館胸屋上には、パンジョクラブイズ会員専用のゴルフ練習場が営業する。東館胸2階の宮崎眼科は、クリニックの枠には含まれない。仙北高速鉄道線泉川丘駅からすぐ。開店当初、マスコットキャラクターとして、熊野、ジョンパ君、ジョンコちゃんが設定されており、イベントには、キャラクタードールも使用されていたが、年を追うごとに、 出番が減り、2011年時点では、パンジョカードの案内パンフレットに小さいイラストを1点、掲載されているのみであった。2012年3月、パンジョカードの加入資格が中学生以上にまで、引き下げの変更があり、反則ポスター等に PR キャラクターとして、再び登場した。また、パンジョの公式ツイッターアカウントでの、マスコットキャラクターとしても使用されていた。 2014年4月、開店40周年を迎えたパンジョで、館内リニューアル、新キャラクター、岡ピートイズピーがデビュー、パンジョクラブカードが、新キャラクターで、デザイン一新など新たなスタートを切っている。2009年12月、CO2 対策として、施設内通路等のミニハロゲン電球を使用した、ダウンライト照明器具約500台が、 パナソニック製の LED ダウンライト照明器具に交換された。それにより、光の広場及びカリオンの広場のイメージが変わった。また、2011年秋頃より、高島屋の角界売り場のミニハロゲン電球を使用したダウンライト照明器具も順次、LED ダウンライト照明器具に交換が行われている。CO2 対策に加え、 2011年3月11日に発生した東日本大震災に起因する供給電力不足に対する対策として2012年春頃より高島屋の各界売り場では HID ランプから LED 照明器具への交換が進められている。また、パンジョ専門店内通路等の40ワット直管系高等器具も順次 LED 照明器具に交換が進められている。ありがとうございます。